2022年7月18日、ロシア国防省はウクライナ侵略へ補填されるロシア連邦陸軍の極東軍管区所属部隊の司令官たちに対して、セルゲイ・ショルグ国防相が、ウクライナ軍に供与されているアメリカ製の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどの長射程ミサイルを発射可能なシステムを、優先的に破壊するよう指示したことを発表したよ。ショルグ国防相は16日にウクライナ東部の前線を視察した折にも、ハイマースなどの長射程ロケット砲や榴弾砲などの破壊を指示したことが明らかにされているらしいな。それだけ、ロシア軍が西側諸国からウクライナ軍に供与された、それら最新兵器に対してかなりの危機感を持っているってことだね。そういうことだね。さて今回は、ウクライナに供与されたハイマースの破壊を、ロシア国防省が指示したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに冒頭でも出てきたハイマースについて教えて。アメリカから供与された高機動ロケット砲システム M142 ハイモビリティアーテラリーロケットシステムハイマースは、長射程ロケットを発射可能な阻止砲撃用システムとしてアメリカ陸軍が開発した双輪式自走多連装ロケット砲となっているよ。アメリカ陸軍では以前から長射程の阻止砲撃用の多連装ロケットシステムマルティプルローンチロケットシステム MLRS として M270 を運用していたんだ。この MLRS はかつて東西冷戦下で、旧ソビエト連邦を主体とする、ワルシャワ条約機構軍が保有する戦車などの装甲戦闘車両の数において、北大西洋条約機構 NATO の保有数が少ないことを危惧したアメリカ軍が、それまで阻止砲撃に運用されていた長射程榴弾砲より、さらに広範囲の面積を一度に制圧できる長射程の火力支援兵器を目指して、203mm 自走榴弾砲 M110 の後継として開発されたものだね。M270 では、227mm ロケット弾であれば12発を搭載可能で、その発射間隔は約 4.5 秒とされ、M270 が1両で投射できる弾量は、227mm ロケット弾12発で約 1600kg とされ、全弾を発射した後は旋回発射機に内蔵されている。クレーンのほか、ランチャー上にはホイストが内蔵されており、それらによる発射ランチャーの交換は3分で完了し、約8分で次の攻撃が実施可能なんだって。また、長射程の MGM-140A タクムス地対地ミサイルの場合は、最大2発を搭載可能なんだけど、この A タクムスと 277mm ロケット弾の、2種を混載することはできないとされているよ。227mm ロケット弾には数種類あり、その多くはクラスター爆弾と同様に、高度1000メートルほどの高さで小爆発によって分解され、中に収納されている多数の小爆弾が地上に降り注ぎ、これらの小爆弾の爆発によっておよそ200メートル ×100 メートルの範囲に存在する兵員や、軽装甲車両を一瞬にして殺傷し破壊する能力を持っているんだ。また、長射程地対地ミサイル MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステム A タクムスは、227mm ロケット弾 M26 と同様の面制圧用クラスター小爆弾 M74 を多数搭載するタイプと、6から13個の無動力滑空型誘導式小爆弾 BAT によって装甲車両を破壊するタイプがあるね。BAT って何？ BAT とは、ミサイル弾体から切り離されると主翼を展開して飛行安定性を高め、滑空しながら内蔵されている音響センサーや赤外線センサーなどで、目標を捜索して攻撃する誘導式爆弾で、弾頭にはタンデム式成型削薬弾。時間差で爆発する2個の削薬で、1個目が複合装甲や爆発反応装甲を破壊し、2個目が車両の内部に高熱の爆風を起こすが搭載され、装甲車両の装甲が薄い天井部分を攻撃して破壊するものなんだ。この MLRSM270 は1990年の湾岸戦争の際に、その破壊力を世界に知らしめて効果絶大な長射程阻止砲撃用兵器として認識され、ウクライナに対してもすでに供与されていることが、レズニコフ国防省によって明らかにされているぜ。ちなみに供与国は不明らしいな。このように、長射程ロケット弾で後方から前線に展開する、敵地上部隊を面で制圧するほか、敵の後方兵站への攻撃にも運用できる MLRS は、自走式であるものの遠隔地への展開には航空機による運搬が必要となるってわけ。しかしながら、その車両重量が 24.756 となるため、空輸には C5 ギャラクシーや C17 グローブマスター3のような、大型輸送機で実施されることとなり、滑走路の長い飛行場が必要となるんだ。アメリカ軍では、世界中の紛争地に海兵隊や空挺部隊などの、緊急展開部隊を可及的速やかに展開させなければならず、それら部隊への大火力の支援を行うのに、空輸方法が制限される MLRS では間に合わない事態が想定されるよ。
そこで、MLRS の機能を持ちながら、より軽量で小回りの利く運用が可能となるように、FMTV 中型戦術車両ファミリーの6輪駆動タイプの5トントラックの車体に、MLRS 用ロケット弾発射機1機ロケット弾6発搭載可能を搭載して軽量化を図り、C130 ハーキュリーズ、C130J スーパーハーキュリーズなどの短距離離着陸が可能で、小ぶりな輸送機でも空輸可能な M142 ハイマースが新たに開発されたんだって。ハイマースには M26 ロケット弾6発または MGM140A タクムス地対地ミサイル1発を収納し、発射筒を兼ねるグラスファイバー製の LP ローンチポットと呼ばれる、コンテナ1機を乗せた旋回発射機が搭載され、MLRS で運用可能な、MFOM-MLRS ファミリーオブマナイションロケッツ&アーテラリーミサイルズと呼ばれる、ロケット弾及びミサイル兵器群を全て発射することができるんだ。さらには MLRS と比べて軽量、小型化されたため、自走による長距離移動が可能となり、製造費や整備維持費がより安価になるとのメリットもあるな。ウクライナ軍においてハイマースが配備されたことが明らかにされた6月23日以降、この1ヶ月の間で、ウクライナ側の発表によれば、南部のヘルソン州や東部のドネツク州、ルハンシク州などにおいて、ロシア軍の前線から遠く離れた指揮統制を実施している司令部や、後方支援の拠点及び弾薬の集積場所などに、かなりの打撃を与えている可能性が高いと見られているね。ウクライナ国防省報道官が7月15日に発表したところによると、ウクライナ軍はここ数週間でロケット攻撃のより30箇所以上の、ロシア軍の輸送拠点を破壊し、ロシアの攻撃力を著しく低下させたとした上で、さらにこれらの戦火に高機動ロケット砲システム、ハイマースが貢献していることを示唆しているよ。これらの戦火については確認が取れていないものの、ロシア軍の補給路を寸断していることが想定され、弾薬庫や兵站基地をロケット砲が届かない後方に設けるしかなく、前線のロシア軍部隊の弾薬燃料食料などが、不足し始めているのではないかとの見方が広がっているんだ。そのためか7月に入ってからは、ウクライナ側による西側諸国から供与された、ハイマースや 155mm 榴弾砲による戦火や反攻に転じる可能性を語る報道が目立つ反面、ロシア側からは前線のロシア軍が前進したとする発表がほとんど見られなくなっているな。それだけ抑止力としても絶大な効果を発揮しているってことだね。その中で、アメリカのシンクタンクである戦争研究所が7月16日、ドンバス地方におけるロシア軍の砲撃が、ここ最近で大幅に減っていると指摘していて、これが、ウクライナ軍が進めているハイマースによる、後方兵站攻撃の戦術がロシア軍の戦闘力を低下させている要因ではないかとの分析を示したよ。戦争研究所では、アメリカ航空宇宙局 NASA が、世界中の熱源を探知して公開しているサイト FIRMS を元にして、ロシア軍の直近の砲撃数を分析したところ、7月10日頃からドンバス地方でのロシア軍による砲撃が著しく減少しているとして、同研究所はハイマースによる弾薬庫の破壊が、ロシア軍に打撃を与えているか、あるいはロシア国防省が7月上旬に表明した、部隊戦力の補充と再編成のために攻勢が一時停止されている可能性もあるとしたみたい。その上で同研究所はロシア軍の砲撃が減少したことが、戦闘力低下によるものか攻勢の一時停止によるものかは、今後の戦況を見ればある程度判明するだろうと予測しているね。もしロシア軍の戦闘力が低下しているのであれば、西側諸国からの新型兵器提供が戦況に大きく影響していることを意味していて、2月24日の侵略開始から5ヶ月目に入ったウクライナ戦争における、ウクライナ軍とロシア軍の軍事的力学が変化する、ターニングポイントとなる可能性が囁かれているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は箱根駅伝で走り出した警察官について解説するね。これは箱根駅伝が始まったばかりの1921年の第2回大会での話なんだ。その大会で警察官による前代未聞の事件が起きたんだ。それは箱根駅伝が行われている最中、沿道の盛り上がりに触発された警察官が、選手と一緒に走り出したというものなんだ。その警察官は前崎太平という人で、大会では日比谷周辺の警備に当たっていたんだ。警察官の前田さんが選手と一緒に走り出したことで現場はもちろん大混乱となったよ。その責任を取って前田さんは警察を辞職したんだ。しかし、この話にはまだ続きがあるんだよ。前田さんは警察を辞職した後に日本大学を受験し、見事に合格したんだ。そして駅伝部に入部し、箱根駅伝への出場を果たしたんだ。第3回第4回大会では10区を走り、第6回大会では花の2区を走り、区間賞に輝いたんだよ。
ちなみにこの第6回大会では選手の替え玉事件も起きているんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。